ペガススザ51番星は地球から約50光年の距離にある太陽に似た構成。地球から見ると、ペガスス座の四辺形の近くに位置する。1995年10月6日、太陽外の惑星の存在が確認された。ペガススザ51番星の四等級は5.5であり、双眼鏡を使えば確認することができるほか、星のよく見える暗い場所では、 肉眼で見ることも可能である。ペガススザ51番星は太陽に似た黄色い恒星で、スペクトル型は G2.54 である。年齢は75から85億歳と推定され、太陽より高齢の可能性が高い。質量は太陽より4%ほど大きく、太陽に比べ元素成分に富む。表面温度は太陽と同じか若干低い程度だが、 明るさでは30%上回っている。これは、ペガススザ51番星が太陽と比べて大きな天体であることを意味する。そのため、ペガススザ51番星を準拠星に分類しているカタログもある。ペガススザ51番星には近接した軌道を持つ惑星があることが知られている。このような惑星が存在すると、恒星の活動が活発になりやすいという指摘があるが、 スペクトルや X 線の測定によると、現在のペガススザ51番星の活動はごく低調で、マウンダー極小期のような状態にあることが示されている。ペガススザ51番星は、木星の半分ほどの質量がある惑星ペガススザ51番星 B を持つ。1995年に、ジュネーブ天文台のミシェル・マイオール、ディディエ・ケローラにより発見された。 この惑星は木星に似た素性を持つと推測されており、主星から 0.05au という近距離を4.2日で好転している。そのため表面は摂氏鮮度まで熱せられていると考えられている。このようなタイプの惑星はホットジュピターと呼ばれ、発見当初は惑星形成理論で説明できない常識外れな惑星だと考えられたが、後に似たような惑星が、 数多く発見されている。暗い星であり、神話や伝承に基づく固有名はない。2015年に国際天文学連合によって太陽系外惑星系の名前の公募が行われた際にこの星系も募集の対象となった。2015年12月15日、国際天文学連合よりスイスのルゼルンにある天文クラブからの提案を採用し、主制に ヘルベティオス、惑星 B にデミディアムという名前を選定したことが発表された。ヘルベティオスは中世にスイス地方に住んでいたケルト系民族を指すザ・ヘルベティアンのラテン語系である。またデミディアムはラテン語で半分を意味し、この惑星が少なくとも木星の半分の質量を持つことに由来している。ありがとうございます。